父ちゃんどうしたの？父ちゃんやっちゃったよ、小鳥。どうしたの？これを見てくれよ。父ちゃん、さっき車後ろぶつけちゃったよ。あの電信柱にドーンってやっちゃったんだよ。どうしよう、今日の夜から湯沢に行くっていうのにどうしたらいいんだろう。てんてんへきよかった、このぐらいで済んでよかった。例えばさ、車とゴツンとかしたりさ、人をドーンってぶつけたりとかしたらもうえらいこっちゃだからさ、この程度で済んでラッキーエースケ、かわいそうだけど、別に車が動かないわけじゃない。ちょっとへこんじゃっただけだからね。ちょっとじゃない気が。ちょっとじゃ。まさか出発をする当日にぶつけてしまうっていうのが、まあ父ちゃんのドジっ子なところ。まあね、ちょっとショックだったけど、車が動かなくなるような大きなことではなかったので、まあこのぐらい。これから始まるスキー生活に比べたらどうってことねーぜー。というわけで気を取り直してそろそろ出発の時間です。 Alright? さあ準備は整ったぞ。みんな、このお家とは春までお別れです。出発だ、出発だ。夢行こう、行こう。さあ正面に見えるのはパラスキー場。始まるよ、スミさん。昔のスキーバームが湯沢到着です。またまたゲートをくぐります。 How much? いつも見てる。やっぱりリピってこれだからね。それでは皆さん、湯沢に到着しました。今日から湯沢ライブが始まるぞ。乾杯。イエーイ、乾杯。イエーイ、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 青い。イエーイ。というわけで本日12月29日から私たちここ湯沢町でね、生活が始まりますので、湯沢ライフ初ランチ行ってみましょう。今日来たのはここだ。ラーメンヒグマ、醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメン。広い席通してもらいました。ラッキー。お店の中はこんな雰囲気です。ヒグマラーメン、ラーメンヒグマ、すごい人気店です。でもこういう諸問題があります。人材不足、深刻。まずは餃子食う。母ちゃんは味噌。父ちゃんのラーメンは塩、塩、塩。いただきます。いただきます。あ、おいしい。俺の塩ラーメン、スープに生姜が効いててすごく美味しいです。これ甘い。チャーシュー、越後もち豚。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラーメンヒグマ美味しかったね。出せろー。
言えてないやん。起きた、ウェルカム、マウントグランビュー。名前が変わっています。あ、そうだよそうだよ、ここだよ、うん。この民家の隣にリフト乗り場。あ、これはもう動かしてないね。ここはスポーツ振興石打ちスキー場です。これどうやってたの？わあ、懐かしい。わあ、見て、あの車、ホテル。わあ、すごい、キャタピラー。ここはスポーツ振興石打ちスキー場で、来たのはおおよそ20年ぶりぐらいでしょうか。すごい、全く雪がない。この景色やばーい。神楽、谷川岳、あの奥の方は雪ありそうだな。こっちだけだ、雪がまだ降りてきてないのは。頑張れ冬将軍。さあ、チューンナップルームです。今からここでワックスはかかってるから、今日やるのはワックス剥がし。 OK？ どこに音や。やるもん。これはね、こういうオプションで。これあれだよ、週に1回はやるんだよ。はい、というわけで、ユーザーはライフ2日目ですね。今日は12月30日ですけども、天然パーマの動画は正月明け6日ぐらいからまた配信していきたいと思います。はい、それぞれの楽しい正月を過ごしください。ゆく年来る年、ゆく年来る年。はい、小鳥もメッセージ。え、はい、何んーと、やいや年を。やっほー、早おい。よいお年を。ちっちゃい声、もっと大きい声で。せーの。よいお年を。イヤホー。よいお年を。おい、お母ちゃんいるって言ってない。
誰がデシャバルねー、デシャバルねー。というわけで、また来年。バイバイ。